小さな頃、私と須田区さんに聞かせてくれたお話です。私と同じ名前の女の子が不思議の国に迷い込んでしまうお話。お兄様が聞かせてくれたお話がとっても不思議で楽しくて、今でも思い出すんです。この不思議な物語の主人公は私。物語が崩壊する前に元の正しい姿に戻さないと。みんなで同じテーブルにつく。あのナナリーという少女がこの物語に素晴らしい大団円をもたらしてくれた。物語は正しい主人公が戻った。これで一件落着か。一仕事した後のお茶はなんともうまいものだ。不思議の国に迷い込んでしまいました。お前、いっそこっちの世界にずっといるというのはどうだ。このお洋服とっても可愛いですよね。一緒にお茶会をしませんか。